そうなのか。俺と一緒に来ないのか。ここまで俺を追ってきて。手を貸してくれるかと思ったが、俺は行くぞ。ここでやめるわけにはいかんから、俺はリベットシティに戻る。気が変わったらそこで会おう。俺はお前と一緒に働けたらいいって思ってるよ。もちろんだ。一体なんだ。まあそれは監督官が許さないからな。過ぎたことを言っても仕方ない。だがもしうまくいけば、もし浄化プロジェクトを実現できれば、自分たちの手でここに新しい人生を築けるんだ。そう思ってなければここには来ていない。ドクター・ブラウンに教わったんだ。うまくいくさ。だからこそできるだけ早くゲックを見つけるのが重要なんだ。浄化プロジェクトの鍵だからな。俺もだ。こんな風になるとは思ってなかったな。お前と一緒にいられて嬉しいぞ。最初はある思いつきだったんだ。母さんが大好きだった聖書の一節を覚えてる。みんなが無償できれいな水を使える。それがここウェイストランドの人たちの生活をどれほど変えることができることか。時を経てその思いつきは浄化装置という形になった。だがボルトにあるようなのとは違う。こいつは巨大で、いっぺんに何万リットルもの水を浄化できるもの。旧ジェファーソン記念館をその設置場所に選んだ。 DC のタイダルベーソンのすぐそばのな。そう遠くないうちにお前の前で実現させたい。俺が何年も言ってきたことの多くをお前が疑いたくなる気持ちもわかる。だが母さんのことについて嘘を言ったことはない。一度もだ。母さんはお前を産んで亡くなった。辛い時だった。お前に会いたくてたまらなかった。世界にお前の居場所を作りたくて。俺を信じられなくて。母さんがお前を本当に愛してたってことだけは信じてる。そいつはよかった。じゃあ行こうか。気をつけろよ。こんにちは。こんにちは。何が必要なんだ。こんなことはやりたくない。
んな終わり方俺は認めん。頭を下げ。こんなことはやりたくなかった。こうなることになる。友達になれると思ったのですが。それがお前の望んだやり方なら、それがお前の望んだやり方なら。それがお前の望んだやり方なら。こうなることになってたのなら仕方あんまり。失敗という選択肢はプログラムされている。さようなら。
こんなことはやりたくなかった。そんな終わり方は俺は認めん。こうなることになる。俺は勤務中だ。さっさとしてくれ。え？そう。自分のものを取られたら取り返しに行きな。撃たれたら撃ち返す。ダメなら対策を考えるために私が自分で様子を見に行かなくては。彼女は天才ってやつだ。いわゆるインテリの科学者タイプさ。彼女のラボは船尾部にあるよ。バイバイ。
言っただろマジソン、うまくいくって。今それを証明してやる。ジェームス、戻ったのね。彼を見つけたの。信じられない。ありがとう。ジェームスなしじゃどうしようもなかったわ。そうだったわね。疑って悪かったわ。あなたのお父さんを信じるわ。彼の知識があれば今まで以上に可能性があるわね。ジョーカープロジェクトに戻るよ。あそこのコンピューターならゲックのありかも割り出せるかもしれないんだ。そうかもしれないが、ウエストランドのみんなにとって大事なことなんだ。やるしかないだろう。怖がって尻込みしてる場合じゃないんだ。もう行かないとな。俺たちと一緒に来るか。それでこそ俺の娘だ。お前と協力できるのは嬉しいよ。どうだった？調子はどうだ？どうだった？おい。調子はどうだ？